歩き疲れる前にウィリーはどうですか？ご予約のお客様のみのご案内となっております。またのお越しをお待ちしております。本日はご予約のお客またのお越しをお待ちしております。ティファー、兄貴、ティファー。嘘、ジョニー。皆さん、お久しぶりです。お元気そうで。ジョニーも。ここで何してるの？男ジョニー、一世一代の大勝負。ホテルのオーナーになったんだよ俺。でもちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほ、願ってもない申し出、大大大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。おい、ほら早く早く。迷子にならないようにちゃんとついてきてくださいね。買ったばかりなんでちょっと散らかってますけど、なかなかいい感じなんですよ。いや、話すと長くなるんですけど、意を決してミッドガルを出たものの、職なし、金なし、彼女なしの八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。売り値はなんと相場の半分。その上ドーンと融資までしてくれて、俺も感動しちゃって。皆さん、俺の城、シーサイドジョニー。割には地が見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。あー、来た来た、潮の香り。さあどうぞ。ようこそシーサイドジョニーへ。お部屋はティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はすいません、俺カポの市長に呼ばれてて。
今日は皆さんの貸し切りなんで適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。くふ、ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆるとね、ね。負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。って着替えねえとダメなんだったか。へへ、やっぱこれだよね。じゃあ先に行ってるぜ。風が心地よい。なかなかいい宿だな。悪いな、留守番だ。風が心地よい。なかなかいい宿だな。これがベッドだよね。乗ったらそこが抜けそう。お兄さん、そんなボロ屋よりもっといい宿紹介するよ。中見たでしょ。こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに、借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。中見たでしょ。こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに、借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。中見たでしょ。こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに、借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。お一人？せっかくビーチに来たのに一人きりなんてもったいないわ。そんなあなたに魅力的なお知らせよ。コスタデルソルでは今、お客様の出会いを後押しするイベントを開催中。愛あふれる素敵な思い出をあなたに。コスタデラモール開催中です。どう？お兄さんも参加してみない？興味ない。
俺はあいつに用がある。じゃあな。あらあら、お友達。じゃあお兄さんから言ってくれない？クロマントさんたちって少し変でしょ？ビーチに集まっちゃってみんな怖がってるの。ドレスコードも無視で雰囲気ぶち壊し。どこかに連れ出してちょうだい。お願いね。あ、でもお兄さんもその格好じゃビーチに入れないわよ。ここはコスタデルソル。もっと自分を解放しなくちゃ。ってことで7番のチケットをあげる。はい、そのチケットでパイレーツランページとカードカーニバルのイベントに参加できるわ。同じ番号を持ったパートナーが会場であなたを待ってるはずよ。パートナーと一緒にゲームをクリアすればアモールカードをプレゼント。カードはリゾートウェアと交換できちゃうの。ドレスコードをクリアして素敵な思い出を作っちゃおう。ねえ、ね、じゃあコスタのバカンスを楽しんでね。最高の出会いがありますように。コスタ。素敵な出会いはあったかしら。出会いはあったかしら。暑いから行くかな。ハッピーさん、どこで。コースターを回るならリリーが便利ですよ。コースターを回るならウィリーが便利ですよ。海を楽しむ準備はバッチリですね。ビーチに入りますか。あいつら雰囲気台無し。おう、来たか。クロマントが集まってるらしいな。ああ、なんかしたってわけでもねえのに、ね、勝手に怖がったり気に悪がって犬コロみたいに追い払おうとしやがる。気味悪。ほら、あっち行けよ。こら、何してやがる。ごめんね、見張りなんか頼んで。全然。あれ、止まんない。あっちこっちボロボロ。思い出すな、スラム。もう終わったの？エアリス？エアリス、何か。これ何色に見える？透明だ。ずっと
白かったの。少なくともミッドガルにいた頃は。マテリアは凝固したライフストリーム、中身は記憶、知識。フィーラーに取られちゃった。大事なものだったのか。うん、とっても。ビーチへ行くんだろ。ティファを誘って町へ出てみたらどうだ。だね。単独行動はやめた方がいい。出かけるならティファを誘う。外、行く？準備、どうかな？あ、うん、もうちょっと。お待たせ。街で素敵な服見つけなくちゃね。それからビーチ。うん、出発。ティファ、先に行ってみる？うん、任せて。エアリス、お先にどうぞ。はい、行きます。譲り合い譲り合い。じゃあ先に行くね。リゾートウェアをお探しならコスタデアモールに参加してみない？アモール？コスタでの思い出作りを後押しするゲームイベントなの。ペットと一緒に遊べるゲームもあるのよ。へー、楽しそうでしょ。じゃあこれ、ペアチケット。ワンちゃんの分もおまけ。今ならそのチケットでラオワイルドのレースとウィリーでランデブー、あとはハッピーテンダーチャレンジとロイヤルコンサートに参加できるわ。素敵な思い出を作っていってね。コースター、コースター。なんか面白そう。うん、行ってみよう。どこ行こっか。ロープご覧ください任せて。Thank you.
ティファお願い。任せなさい。リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか。じゃあ行こう。かっこよくね。おお。レッド、どうかな。ティファはクジラのようにおおらかで、エアリスは巻貝のように巻き巻きだな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。気をつけろ、焼きすぎると痛いよ。あとでな。日焼け対策は万全かな。あ、オイル塗りっこしちゃう。ほら、道開けろ。北条。おお、なんだ君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それよりこれから私の見せ物が始まる。君も参加するかね。ん？私の助手にならんかね。生活は信頼カンパニーが正面。どうしよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく、印象に対して与えられる称号だからな。君理解できるかね。よくわかんないけど、すごい。ようこそいらっしゃいました、博士。娘たちは気に入っていただけましたか。博士の白衣、セクシーで素敵。ねえ、そのメガネ私に磨かせてくださらない。博士、甘いフルーツはいかが。はい、あーん。ねえ、君も呼ばれてきたのだろう。何の話だ。自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。な、並べろ。はーい。何する気だ。さあ、実験ショーの開幕だ。
これぞリユニオンの力。この状態の決戦が欲しかったのだよ。くそ、バレット、みんなを助けよう。奴ら好き放題だな。許さない。
俺のせいで。おい、そこのお兄さん。え？こっちこっち。お、俺？助けたいんでしょ？ちょっと手伝え！あは！潮時だな。社に戻ったらまずは、そう、あの実験を再開すればな。おい、やってやる。チャンスをくれてやろう。ジョニー、ダメ、危ない。ジョニー、ジョニー、なんだ。かかったな。忍法、青天の霹靂。お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。そうだな、いろいろあったよな。クラウドは忘れたいって思う？辛いことや悲しいこと。忘れられない。辛かったことほど。うん、私も同じ。ねえ、クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど、いつか落ち着いたらただ海を見てぼーっとしたいね。いつか落ち着いたらただ海を見てぼーっとしたいね。目の前であんなことをされれば誰だって同じだ。ああ、次は噛み切ってやる。みんなのところへ行ってやれ。みんなのところへ行ってやれ。なんだかんだ
ユフィに助けられちまったな。俺はあいつらに何もしてやれなかった。助けてやりたいと思った。その気持ちが大事なんだろう。てめえに言われるとはな。焼きが回ったぜ。綺麗な海、マリンにも見せてやりてえな。綺麗な海、マリンにも見せてやりてえな。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。ただの想像だ。気の済むまでやればいい。心配いらない。そうかな。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと手伝う。頼もしい。戻ろっか。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ、ううん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。忘れないよ、今日のこと。忘れないよ。今日のこと。おう、もう行くのか。バカンスの終わりだね。ま、ちっと騒ぎはあったけどな。ホテルに戻ろっか。海から遠いシーサイドジョニーな。このくらい平気です。おかげで助かった。その、実は俺の大活躍を見てた女の子たちが教えてくれたんです。
ホテルやカポの市長のこと。俺、騙されてたのに何も見えてなくて。お金借りてるんだよね。返す当てはあるの？それが、町を救ったヒーローをこれ以上カモにするなら、あんたの悪事世界中に広めてやるって女の子たちが市長に詰め寄って、気づいたら全部チャラ。そりゃいい。コスタの英雄ジョニー、必ずやシーサイドジョニーを七つ星のホテルにしてみせます。うん、応援してる。今日のところは星なしジョニーだけどな。精一杯おもてなしします。あ、いて。うん、ありがとう。おいおい、大丈夫か。こっちっす。先が思いやられるぜ。世話になった。そんな、俺の方こそ。兄貴たちはこれからどうするんですか？クロマントを追いかける。あいつらなら今朝来れる山の方に行っちまいましたよ。怪我してるやつもいたんで止めようとしたんですけど。来れる山。俺たちも行こう。お気をつけて行ってらっしゃいませ、お客様。どうぞ良い旅を。シーサイドジョニー、こっから不死鳥のごとく蘇ってみせますよ。ああ、休むならベッドとか部屋とか自由に使っちゃってください。兄貴ならいつでも歓迎します。シーサイドジョニー、こっから不死鳥のごとく蘇ってみせますよ。私が仲間になってあげます。どう？嬉しいでしょ？はあ、そうだな。そうこなくっちゃ。しょうがないな。仲間になってやるか。よろしくね、ユフィ。
少しでもおかしな真似したらジュノンの大砲に詰め込んでウータイめがけてぶっ放してやる。怖っ。でも了解。うん。ユッピー、キサラギ、めいっぱい頑張ります。